ワンダフルワンワン、マタネルののりです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、企画発表の前に、はい、ちょっとなりくんに関するタレコミというか、タレコミ、はい、ちょっとまあ誰さんとは言わないんですけど、まあ噂というか、まあ真相を確かめたいというか、まあまあちょっとあのタレコミが来てますので、はい、まあそれをちょっと一旦一回見ていただいて、それでははい、お疲れ様です。お疲れ様です。緊急で回してるんですけど、はい、うちのね、メインの方が、ああ、N くんがね、N さんが実はこの前30歳になったばかりですが、はい、そうですね、はい、ちょっと麺のヘラなんじゃねえかという疑惑が立ってまして、はい、ちょっと一番ね、関係性としては長いかなっていう、まあまあそうですね、確かに長い方かなって、はい、まあ、具体的なエピソードとかあったらちょっと教えてほしいなとか思ってるんですけど、俺も別にそこまで詳しいわけじゃないんですけど、はいはいはい、なんかチラチラ話してるんですけど、なり自身、N君自身も話してるんですけど、はい、なんかすごい結構メンヘラやっぱり気質があるみたいで、はいはいはい、なんかその相手からなんか LINE でブワーってなんかそのメンヘラなんかすごいなんかやばいよみたいななんか LINE が来たことがあるみたいな話をしてた気がするって感じですけど、相当なあれですかね、すごい結構激しいのかなメンヘラが、激しいのかな。ちなみにどうですか、その味噌汁でメンヘラみたいな。自分は、そう、だから、あんまり、ね、30のメンヘラって需要ないなと思って、だからその、自分はもう今のうちにちょっとメンヘラしといて、はいはいはい、自分が30になる頃は、もうなんか、はい、ね、もうさっぱり、サバサバみたいな、お目指したいですね、そう、はい、はいはい。じゃあまあまあ、ダメということで。なし。なし。なし。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、なりくんにも見ていただいたんですが、はい、いかがでしょう、いかがでしょう、いかがでしょう。まあ、思い当たる、おみや、お、すいません、かどういう、どういう、思い当たる節は、はい、パラパラとは、パラパラと。まあまあ、ありますけど。まあ、あるにはあるですね。まあまあ、ということで、まあ、本日の企画、はい。味噌汁を迎えたなりくん、未だにメンヘラなんじゃないか説。よいしょ。なんか、俺、あげても、よいしょっていけないんだけど。まあ、わかるときはね、確かに。そう。一日二十歳ですみたいなのは、そうですね、まだ経験値もあれだし、いいと思うんですね。かわいいと思う。この顔で30歳なんで、あんま見えないとは思うんですけど。ちょっと加工ちゃんとかけててくださいね。まずそのタレコミありましたけど、はい。あの真相というか、ああ。まあ、りょうまが勝手に言ってるだけの可能性もあるんで。まあまあ、りょうまと一緒に被ることが多いんですけど、はいはい。まあその恋愛の話とかなって、うん。まあ、りょうまは、結構メンヘラなんですよね、みたいな、会話を。うんしてて、で、その後に続いて、はい、まあ、自分もどっちかといえば、メンヘラ属性なのかなっていう感じのトークを、まあ、するんですけど、はい、まあ、自分だったからもう20前後とか、で、なんか初めてこっちでちゃんと、まともに恋愛みたいなのを、できかけてた時に、まあまあ暴走機関車というか、本当に、突っ走って、砕けることなくもうどんどん詰めていくみたいな、もう特攻兵でしたね。特攻兵はやられてるじゃないですか。特攻兵。で、まあ当時の話は、まあ、そうですね、もう今思えば、はいはい、ドビチーなってぐらい、ボディラインとかすごかったですね、自分。例えば、はい、まあ、自分も学生で、相手も学生とかだったんで、まあ、バイトとかって何時に上がるよ、みたいな、あるじゃないですか。はいはいはい、こっちからしたら、その時間から15分ぐらい経てば、もう携帯見れるでしょっていう、もう携帯見てるだろっていう認識で、まあ、10時に上がるって言ったのに、11時になっても何にも返ってこないみたいな。あ、ツイッター見たらなんかツイートしてるみたいなんで、何してるのみたいなとか。また1時間返ってこなかったら、なんかやめてちょうだいよ、みたいなとか。それさ、3つ目とですね、おいでいると。そうそう、全然、2つ目、3つ目ぐらいは、おいないとかしてましたね。まあ、それでもまあかなり若い頃の話ですね。そうですね。私ぐらいかな。今ももちろん。まあそれが多分19、20ぐらいの時の話で、その時はその相手からちょっといいよって来られて、自分はなんかあんまりかっこいいとか思ってなかったんですけど、まあ恋愛自体そのしてて来なかったから、なんかすごい優しくされることに、ふわーん、みたいになっちゃって。わー、ちょろい。ちょろ、ちょろちょろなちょろみたいな。恋愛とかもちゃんとできて来なかったんで、もう一気に舞い上がっちゃって、ちょっと遠距離だったんですけど、はい、自分は会いに行けるだけ会いに行きたいみたいな。でもあっちはもう
忙しいから1ヶ月1回ぐらいかなみたいな。俺全然毎週で毎日感じる。まあいいですけどね、尽くしてるそう。で、多分あっちは最初自分が多分あっちに興味なかったから、うん、サバサバしてるだろうみたいなあイメージで、ね、はいはい、持ってたみたいで、うん、まあ、でもその俺のロゴインラインとか付き合ってもなかったんですけど、はい、付き合う前みたいな、はい、感じでなんか束縛キーなところをなんかガンガンに出されちゃったせいで、うん、2、3ヶ月ぐらいかな、まあ、絡んでたんですけど、はい、全然 LINE とかも返ってこなくなっちゃって、でももうクソガキだから言い寄ってきたのお前じゃんっていうスタンスで、まあ、なんか一回軽くバーって LINE 送ったんですけど、まあ、ちょっと待って軽くバーの意味がわかんないです。いやもう軽くはバーになる。なんかその時に同じその人が、はい、なんか別れたばっかりで、でも彼氏も今いらないみたいに言ってたんですけど、うん、まあ、手出してきたというか、まあ、言い合ってきた時に、うん、でも、ネクンだったらいいかな、みたいな、おって言われたから、おじゃないよ。なっちゃって。まあまあ、わかりますよ。で、まあもう、ね、ズボズボになっちゃって、ズボけども、なんかそういうの言ってきたのは、こっちのりばー、みたいな。ああ、すごい。思いの丈を。そう、もう思うがままに相手の気持ちなど何も考えず自分の思うことだーっても送って、はい、なんか1ページに収まるぐらいで送ったんですけど、それに対しての相手からなんか2、3倍ぐらいのなんか巻物みたいな、うわーみたいなのが返ってきてっていう話をよくしてるんですけど、はいはいはい、多分龍馬が言ってたのその話かなっていう、まあつまりはそのなんか巻物ラインは巻物ラインですね。ごめんけど重いから、はいはい、ちょっと思ってたのと違うみたいな、あの言い方、この言い方でちょっとオブラートに包んでなんか優しく言ってくれてたんですけど、まあつまり重いみたいな。あ、それがじゃあ龍馬くんが言ったやつで、まあまあまあ真実ではあると。そうですね。でもその20前半とかは、はい、ちょっとやっぱそれでダメージがあったけども、はい、まあ、やっぱ抑えきれない部分とかでやっぱオイラインしちゃったりとか、うーん、まあそのインスタとかツイッターで更新してるのに返事なかったらみたいな感じの好きになるみたいなのが多かったですね。どうなんですかね、その皆さんは気持ち分かるっていう人も、まあ、絶対いるはずじゃないですか。あの、ここ結構分かれますよね。もうなんか、うん、SNS は SNS じゃん、 S じゃんみたいな、あ、気持ち吐き出すだけだから、はい、か連絡って、まあ、なんか相手のこと考えてとかもあるから、そう、なんかちょっと考えないといけない部分もあって、それを返したい時に返させてよみたいな人もいるし、うんうん、自分20前半でもそのバーってなんかいろいろやっちゃって、ちょっと控えめになっちゃっても逆に、あのままでいかないですけど、あ、ちょっとありますね。うん、あ、どうせうまくいかないんだろうなみたいなのがなんか後ろの方にあって、すごい今だけ悲壮感を感じる。全然今楽しいんですけどね、人生。けどまあなんか恋愛に対してはね、はいはい、例えば。ちょっといい感じになってきたかなみたいなんで、連絡取ってた人とかが、ちょっと連絡の頻度が減ってきたとか、はい、まあ慣れとかもあるから、多分そういうのってあるもんだと思うんですけど、うん、リアクションが薄くなったなとか、まあその頻度が減っちゃったなっていうので、はい、あれこれって冷めてるみたいな。相手が冷めてるかなって感じちゃうと、恋愛のその最初ら辺で、もう身を引こうじゃないけど、もう今のうちに自分がもう、沼ハマる前に早めにここから抜け出そうみたいなので、もうその相手のことをなんかミュートにしちゃったりするんですよね。もう連絡こっちからしないとか、傷つく前に的な話。あ、そうですそうですそうです。がもう20後半ぐらいから結構そうかも、もうハマらないようにみたいな。メンバーってそんなどういう人だと思います、成君的には。メンバーじゃないよですか、もう。あ、わかんないですけど。いや、全然気持ち的にはメンヘラですけど、メンヘラですけどって言ったらあれだな、自己肯定感が低い人とかはそうなりやすいんじゃないですか。なんか嫉妬しちゃうとか、もう。そうですね、自信あったらドンと構えて。どうせ戻ってくるやろみたいな。はいはいはい。一回ツイッターで、今ツイッターツイッターって言ってるけど、X ですね。X ですね。ちょっと時代に追いついて、なんかその X で一回上がってたんですけど、例えばもうめっちゃかっこいい。イケメンの人が、はい、もうなんかめっちゃメンヘラでないよねしてるってなったら、絡んでてもなんかみたいななっちゃうけど、まあ、ほどほどのブスがめっちゃ自信あってって人の方が割となんか彼氏彼女いるみたいな、はいはいはい、自信家の方がやっぱなんか魅力が出るんですかねみたいな。まあまあ錯覚みたいなのありますからね。ああ、でも本当にそれは思うっていうか、はいはい、自分に自信持ってる人ってやっぱなんか魅力が
あるように見える。うん、あるように見えるって。出てくるんでしょうね。うん、なんか、ペロモンじゃないけど、その自信から。はいはい、感じるんでしょうね、相手も。いや、絶対出ると思う。本当に。ナイクはもう普段から爆モテですからね。いいえ、もう。あれ、ダメですね。いいえ、もう。それですね。これですね、やっぱり。じゃあ、メンガー。呼ばれる人は、ちょっと、自信がない。まあ、ね、絶対その、一個の要素にあるんじゃないかな。うん。自分は経験上感じますね、はい。そうですね、コメントで。何分何秒、その顔で自信ねとか言うんじゃねえとか。そうですね。アンチアンチ来るの。いや、半分。はい。まあまあ、じゃあそのメンヘラの原理も。まあまあ、頭の中ではね、やっぱ分かってるですよね。その、自分が自信ないとか。あと、まあなんかちょっとその、まあ、オイラインとかしちゃいそうになるタイミングってあるんですけど、うん、あ、これ、あれだな、これ自分のあれだ、あれだ、出てる、まあいいな、あ、みたいな。何も聞きたくない。あれが出てる、あれが出てる、あーダメ、みたいな感じで、踏みとどまるじゃないけど、はい。あ、じゃあでも、そういう気持ちもあるんですね。ダメだとは思いつつも。あ、そう、なんかあっちからしたらすごい重、これ重くなっちゃうだろうな、みたいなのを、一回なんかその、自分の欲求じゃないけども、はい、なんか、送りたいみたいなのを、一瞬も、なんか、ふーって、止めて、うん、はい、あ、ちょっと待って、みたいな。はいはい。考えれるようになったんですかね。ああ、じゃあもしかしたら今は、わかんないですよね。こんちは、メヘラっぽいけど。あ、でも全然気持ち的には、好きってなるんですけど、はい、まあそこの一段落の合間に、呼吸を受けるようになったのかな。まあ多分そんなにズボズボの恋愛に達する前に俺が引いてるのかな。ああ、さっきのやつ。ということで、まあ今回の動画は、今のなりくんは、やっぱ大人なんでも、どうなのかっていうのは検証する結果になりますね。30歳をこうやってなんか再び突きつけられる。いや。一番脂が乗ると世代ですから、30代は。なんで入り口に踏み込んだということで、大人な人間なのかというところを確かめようということで、一応検索して一番上に出てくるメンヘラ診断をやりたいと思います。待って、そんなのやるの？皆さんもちょっとね、自分があれと思う方は、ぜひ。やっていただいて。やります。一応書いてあると思います。もうやめて。一緒にいてしんどい。なんで一緒にいてくれないの？重い。もしかして私メンヘラ？っていうセリフから入ってます、このメンヘラ。ストーリー性ある。友達から、まるまる、なりくんですね。なりくんってかまっちゃんなところあるよね、と言われました。どう思いますか？はい、3択いきます。何も思わない。今、だって私一人が嫌いだから当然でしょ？この友達、私の知らないところもわかるんだな。何も思わない。それともクマちゃんだと思います。ああ、じゃあまあ、そっかっていうぐらいの。なんか自分的には、はい、ああ、まあ確かに。だそうです。はい、2番いきます。恋人から、ずっと俺と一緒にいような、何を思いますか？ずっと俺と一緒にいようなって言われて何を思いますか？はい、3択いきます。はい。1番、うん、永遠に一緒にいようね。2番、本当にずっと一緒にいてくれるの？3番、そんなわけないじゃん、バカみたい。2番ですね。2番、本当にっていうやつですね。ああ。これはやっぱさっきの、あれだね。まあちょっと不安感じゃないですけど、うんうん。ずっとはね、保証できないじゃないですか。はい、ああ、じゃあちょっとそのセリフ今言ってもらって。そういうプレイこれ。でも本心ですからね、これは。本当にずっと一緒にいてくれるの？いやはい、3番いきます。はい。寂しい。ずっと誰かと一緒にいたい。そう思いますか？3択いきます。1番。別に、むしろ1人がいい。2番。できることなら一緒がいいかな。3番。みんな私の前からいなくならないで。なんか、結構、選択肢、あからさまにメンヘラの、なんかあれ出ていますね。まあでも、どうなるかわかんないですかね、その、最近一人が楽です。1番。ああ、じゃあ、別にむしろ一人がいい。これあと6個ぐらいやるの？はい。ちょっとテンポ上げますか。はい。4番。自分を追い込んでしまいますか？ 1、うん、そう考えちゃう。2、自分が悪いんだから当然。自分なんかいなくなってしまったから。3番。わからない。追い込んでるつもりはない。3番。無意識にみたいな時もあるんですよ。体壊してみたいな。ああ、まあまあ、ちょっと、うん、無理させたかな、自分の体、みたいな時は、たまに。あ、じゃあリアルタイムでは、いいかな。
あんまり思わないですね。あ、5番、過去に心療内科などに行こうとしたことはありますか？あの精神科みたいな。あ、はい、1番、はい、行きました。2、怖いけど行ってない、親に言えない。3番、心療内科？何それ、おいしいの？それ、そのメンヘラとかじゃなくって、はい、結構だったなって思った時はありました。あの気持ち沈みすぎてて。あー、2番、怖いけど行ってない、行ってないから、行ってないです。あー、でも行こうとは思う。あー、一緒に行こうかなと思った時はありましたね。あー、じゃあ2番ですね。6番、喜怒哀楽が激しい方ですか？1番、悲しいことも嬉しいことも重く受け止めちゃう。2番、普通かな。3番、いいえ、ほぼないに等しいです。1番、ことも重く受け止めちゃう。ジルタピアとかでも泣けちゃうんですけどね。前世なんかあったんですか？まあまあ、単純に言ったら、まあ、よく言えば。ああ、まあでも一緒にいるなら一番楽しいと、ね、僕みたいなやつ、感情の起伏があんまりないみたいな。誕生日おめでとうって言われても、ありがとうって、このトーンなんで。あー、周りはつまんない。ちょっと薄い、薄い反応しちゃって。はい、7番、イライラしてしまうときは何をしますか？1番、自分の好きな音楽を聴く。2番、物に当たったり人に当たっちゃう。3番、自分に当たる。選択肢少ないですね。まあまあ、強いて言うならってことですね。強いて言うなら音楽。音楽かな、はい。最近好きな音楽ありますか？誰とか。最近でも緑黄色社会。ああ、いいですね。よく聴いてます。元気出る曲多いんで。はいはい。朝とかいいですね。朝めっちゃ、てかもうセットするときとかは、はいはい、暗い曲聴きながら自分セットしたら、はい、なんかうまくいかないことが多いんですけど、割と元気の出る曲で、はいはい、セットしてます。ああ、そうなんですね。参加できるよ。あれ、なんか、あれ違うかい？緑黄色社会、緑黄色社会、緑黄色社会。はい、ここは。膝？肘ですね。関係ない。関係ないやろ。次行きます。8番、お前なんか大嫌いだ。これを聞いてどう思いますか？大切な友人に言われたものとします。1番、私何かしちゃったっけ？教えてくれない？ 2 番、私もあなたのこと嫌いになるから、じゃあね。3番、大嫌いか。悲しいな。1番かな。1番。ね、もうなんか喧嘩とかなって怒っちゃったりしたら、何しちゃったんだろうみたいな、めっちゃ気になって。あ、で、まあ、なんかその原因模索っていうのかな、原因探しはしますね、はい、仲いい友達と。ああ、巻き物ぐらいするぞ。友達にそんな巻き物ぐらいには、なんかなかなかしないですけど。あ、しないですね。いきます。はい。9番、ネガティブな方ですか？ 1 番、人よりは暗く考えるかな。2番、ネガティブって美味しいの？タコに変える。3番、ネガティブなところもポジティブなところもあるかな。3番かな。まあ、さっきのは似てるかもしれないですね。さっきのアイラック、ネガティブなので全然あるんですけど、はい、まあ、上書きでこういうのもあるやって最近は切り替えさせるように、なんかもう自己精神統一っていうんですか、なんていうの、宗教みたいなこともうなんか言い聞かせて、ああ、味コントロールできるようになってきたみたいな。コントロールっていうんですかね、なんか、うん、ちょっと洗脳。大丈夫、これから楽しいことあるからみたいな。何気をつくのやめてくださいはい、ラストいきます。一人でも信頼できる人はいますか？相談できる人はいますか？1番、信頼できる人も相談できる人もいる。悩み事は相談してる。2番、信頼はできるけど、私のことを喋ったらどうなるかわからないから、相談はあんまりしてない。3番、誰もいない。人なんか信じない。けど、すがりたい。1番ね、はい。まあまあ、お店のね、スタッフとも仲いいですからね。それでは、はい、診断結果、いきます。まあ、なりくんのメンヘラ度、100% 中。100% って言われたの？いやいやいや、そんなやついないでしょ。なりくんのメンヘラ度。45%。 おぉ、割とめっちゃおもろくない数字出た。でもちょっと一個いいですか？はい。この診断、微妙じゃないですか？まあまあ、やりすぎてるところはあったんですね。で、まあなんか文も一応なんか詳細みたいなのがあるんで、ちょっと読みます。あなたはメンヘラではありません。おぉ、がメンヘラになってしまう可能性はあります。ちゃんと人生楽しめてますか？あなたにはそのまま幸せでいてくださるようにお願いします。私みたいにネガティブな人を出さないように外の空気を吸って空を見てみましょう。人生なんか楽しくないのに。まあ、
この人はちょっと見えやすいです。診断って 45% ということで、まあ、可能性はあるぞっていうことですね。なんか自分がだから20とかの時にやったら、もしかしたら 95% とかになってたかもしれないですね。そうですね。友達なんかいないみたいなね、選択肢を取ってた可能性もまあありますね。ということで、結果 45% ということで、まあまあでもカメラ回ってますんで、実際はどうかわからないっていうところもあるんでね。皆さんから成君どう見えてるのかっていうところですけど、で一応まあ最初に、龍馬くんからありましたけど、まあ、終盤にね、10で見えなみたいなことを、ね、あれみたいな、俺もちょっといないところでディスられて、ね、僕も何も言ってないですけどね。まあ、そこら辺どうです、どうですか。まあなんか、はい、龍馬の話聞いてたら、あの20の頃俺もこんなんだったなって思うところがあるんで、はいはい、まあ頑張って追いついてこいよ。まあということで結果は 45% ということでしたが、酔っ払った時とか潰れかけてる時とか、まあ、一番本音出ますので、まあ、ぜひあのお店にも通っていただいてる方は、まあ、そういうシーン見つけましたら、あのぜひ僕にご報告を。いやだもう僕が、まあ、生きてるスタッフさんにちょっとクソクソっと YouTube のスタッフさんに言っといて、ぜひ、タレコミをいただけると、続編が、メンヘラシリーズ、続編が決まります。次、龍馬とか。ああ、リュウちゃんとか。そうですか、誰が一番、あれだと思います？あんま話しないだけで、これなんかメンヘラ気質な、なんかパラパラ感じるというか、あ、そうだね。取り出しうちのスタッフは。ね。そうですね。タレコミがあったら、また続編もやりますんで。このシリーズが、面白いな、なりメヘラだなと思った人はグッドボン。めちゃめちゃ言ったらどうします？どうしよう、これなんかめちゃめちゃメヘラだ。1000ぐらいけどどうしよう。それはそれでありがたいんですよ。ありがたいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。